ラブホテルのスタッフでありがちなこと。シャープ2。はい、じゃあ今日も掃除いきますか。どうせどちらかってるんだろうな。ガチャ、キラーン。え、綺麗だと逆に変。使った後の部屋が意外に綺麗だと拍子抜けしてしまいがち。ガチャ、まずはベッドから片付けるか。つるっ、どて。おいおい、ローション床にこぼすなよ。使ったであろうローションが床にこぼれていて転びがち。新人さん、ゴミ箱の中確認しといて。わかりました。ん？やん！あはん！先輩、横から声漏れてます。あー、うんうん、そんなのしょっちゅうだよ。ベテランは掃除中に隣の部屋から漏れてくる声に慣れがち。よし、ベッドは片付いたな。ゴミ箱の中身は…え？なんだこれ。いや、何も考えるな。深くは探らないでおこう。知らない方が身のためだ。見てはいけないものを見たときは無心になりがち。アメニティの中身確認するか。あれ、アメニティなくなってるんだけど。誰だ、盗んだやつ。アメニティをお持ち帰りしちゃう客がいがち。風呂掃除するか。ガラガラ。うわ、お風呂が真っ赤だ。これも、もしや。あ、なんだ、入浴剤か。非日常的なことに遭遇しすぎて、見たものが危ないものに見えがち。洗面所はなんとか片付いたかな。新人くん、ベッドの掃除終わった？やだ、もう。じー。仕事中です。今見ないでください。男の若い清掃員がテレビに流れる絵をガン見しがち。この部屋もだいぶ散らかってるな。片付けるとするか。ガチャ。やべえ、忘れ物しちまった。へ？うお。忘れ物を取りに来た客と遭遇してしまうことがたまにありがち。夜中の部屋掃除って怖いんだよな。さっさとやって終わらせよっと。じゃあ、え、この部屋には俺しかいないはず。キュッ、ここにいるよ。ギャー。深夜の清掃は恐ろしい不思議体験に遭遇しがち。ベッドは綺麗になったかな。ん？なんか落ちてる。なんだこのおもちゃは。うちはこんなおもちゃ用意してないのに、なんであるの？掃除中に用意してないはずのおもちゃが出てきがち。ああ、今日も疲れたな。お疲れ様。いつもありがとうね。いやいや、これも仕事ですから。いつも頑張ってくれてるから、ほれ、おまんじゅう。ありがとうございます。あー、なんか癒されるな。オーナーが優しいおばちゃんだと、優しくて癒されがち。今日はフロントか。ウィーン。今日どんな部屋にする？そうだな。え、あれ友達じゃん。しかも相手彼氏じゃなくて、おじさんだし。え、浮気？たまに友人が現れて、友人のとんでもない秘密を見てしまいがち。今日はちょっと暇だな。ピコーン。あ、誰か退室かな。たったったった。あの人のバカ。部屋で何があったんだ。女性一人が先に泣いて退室するのを見て、何が起こったのか気になりがち。あ、お客さんが退室したな。ん？キョロ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 。さ、
なんで顔隠してるの？防犯カメラを気にして顔を隠すという謎の行動をする人がいがち。フロントやってると手元見ただけでどんな人か分かるようになったな。す、これは水商売やってるな。す、これは美容師だな。す、これは浮気だな。会計時に出てくる手を見てどんな人か分かるようになりがち。え、外すごい豪雨じゃん。この天気だとお客さんは来ないだろうな。ウィーン、今日は楽しもうな。もうやだ。いや、来るんかい。天気が荒れていても楽しみに来ようとする人がいがち。ウィーン、お、誰か来たな。彼氏いるのにこんなところ来ていいの？いいのいいの、彼氏下手だからさ。おい、彼女が知らない男と入ってきたじゃねえか。てか俺下手？彼女が知らない男と入ってくるところに遭遇しがち。君、このゴミ外に出しといて。わ、めっちゃ量あるじゃん。よいしょよいしょ。ん？あの車また来てる。よく来るな。元気だな。駐車場に止まっている車を見て常連かどうか分かりがち。プルルルル。はい、フロントです。すいません、救急車呼んでください。え？数分後、実は激しいプレイで彼女が失神しちゃって。激しすぎだろ。客が激しいプレイで失神して救急車を呼びがち。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひ。ご視聴ありがとうございました。